クリスティン・マリー・リリーは、アメリカ合衆国の元女子サッカー選手である。ポジションはフォワード。コネチカット州ウィルトンで生まれ育ち、ウィルトン高校を及び、ノースカロライナ大学チャペルヒル校を卒業。在学中の1991年、大学サッカーの年間最優秀選手に贈られる、ハーマンハイを受賞。卒業後、ティレース FC、ワシントン・ワース・グズ、デラウェア・ジーニーズ、 ボストンブレイカーズ、スウェーデンの寄付、エーレブルーでプレー。エーレブルー対談後、ボストンへ復帰している。リリーを語る際、忘れてはならないのは、長年にわたる代表チームでのキャリアである。1987年に代表デビューして、以来、代表キャップ数を着実に積み重ね、1998年には、ノルウェーのヘイディストールの記録を抜いて、 女子選手最多代表キャップ数保持者となった。その後サウジアラビアのモハメドアルイコールデアへのキャップ数181も抜き去り、男女合わせての最多代表キャップ保持者となった。2006年1月18日に行われたノルウェーとの国際親善試合はリリーの代表キャップ数300を記念する試合となったが、彼女はこの試合でミシェル・エーカーズの代表通算ゴール記録に並ぶ。 ゴールも決めている。2007年9月11日、中国で行われた 2007FIFA フフ女子ワールドカップでの対朝鮮民主主義人民、共和国戦に出場し、ノルウェー代表のベンテノルドビーともども5つのワールドカップに出場した最初の女子選手となった。9月22日の対イングランド戦では女子ワールドカップにおける最年長ゴール記録も打ち立てた。大学時代に ホッケーやゴルフの選手として知られた消防士の男性と結婚後2008年に長女を出産した。このため北京オリンピックへの出場はしなかった。2011年現役引退を表明。ありがとうございます。